こんにちは、みさきです。渡辺です。はい、今日も始まりましたみさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。今日はこれをやってみました。キャップに合う帽子アレンジです。うん、はい、ちょっとした時間でできちゃうので、うん、すごく簡単なのでよかったら参考にしてみてほしいです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、春にぴったりですね。春、そうですね。はい、それでは動画スタート。はい、オイルをつけていきます。毛先中心にしっかりとつけていきます。このくらいツヤ感が出れば OK です。つむじ部分から後頭部にかけて取り分けていきます。だいたいこのぐらいの幅で取っています。耳の高さより下でゴムで結んでいきます。結んだらお団子になるようにまとめていきます。お団子部分を左右に引っ張っていきます。顔周りの毛束を下ろしていきます。だいたい幅が2センチぐらいでやっています。サイドの毛束を後ろに2回転ねじります。お団子の部分に下から巻きつけていきます。毛先を下に向けて上からゴムで結んでいきます。反対側の顔周りも下ろしていきます。サイドの部分も2回転後ろにねじってゴムの部分に巻きつけていきます。毛束を下に向けて上からゴムで結んでいきます。帽子をかぶして完成です。こんな感じで仕上がりました。キャップに合う帽子アレンジですので、ぜひやってみてください。